こんにちは、グリーン TV 案内人のカヒミカリです。今週から10月になりましたね。暑さもやっと和らいで、食欲が少しずつ増してくるこの頃、料理好きの私にとっては嬉しい季節になりました。普段、私は野菜中心のシンプルな料理をしているんですけれども、さまざまな食材の中で、日本人に欠かせないものに、大豆があると思います。お醤油やお味噌、お豆腐だったり、私たちが普段意識していないものでもたくさん、大豆製品が使われていて、いますけれども、日本にある大豆は国産だけではなくて、外国産のものも、輸入されていますけれども、今回ご紹介する映像は南米で大豆を作られている農家の方々の置かれている現状を取り上げたものです。とても興味深い、内容なので、ぜひ見てください。それではその前に今週の気になるニュースからどうぞ。今週の私のおすすめの映像はこちらです。 From Brazil to Uruguay, Paraguay and Argentina, vast swathes of forest are being destroyed and people are being forced from their land. Acá teníamos nosotros arroyo, plantaciones, árboles grandes, ahora se está destruyendo todo.大豆栽培が引き起こす悲劇というタイトル、とてもショッキングなものですけれども、震災後に今までよりはどうやって私たちの食物が作られているのかっていうのを勉強されている方も増えたと思うんですけれども、こういう映像を知るともっと先のですね、もっと根本的な問題っていうのにぶつかるんだと思います。私たちは食を得ている分、何か与えていくことが、そういうことを意識することがとても大切なんだなと、とても思いました。この映像も今の私たちにとても必要な情報を与えてくれる貴重なものだととても思いました。 Has been devastating.いかがでしたでしょうか。少し重い印象の映像でしたけれども、このような問題を起こさないためには、それを食べている私たちが、作られている方に思いを馳せること、そんなことができるような世の中に、なっていけたらなと思いました。